皆様こんにちは。 ICANN JAPAN リエゾンの大橋由美です。それでは私から ICANN67 の概要報告をいたします。次のスライドお願いします。はい、さて ICANN67 は、コミュニティフォーラムということで、3月7日から12日まで ICANN 会議として初となる、完全オンラインでの開催となりました。で、行われたセッション数は最終的に65ということで、通常の対面会議ですと300前後のセッションが行われていますということを考えますと、オンラインということでかなり絞り込んだ形での開催となったかと思います。それで参加状況なんですが、これは個人的には意外に多かったなというふうに思っておるところです。130の国と地域から1752人が参加したそうです。で、これはですね、前回のICANN66 会議が1894人、それから、前回の同じコミュニティフォーラムの形式だった、神戸での ICANN64 の時が1759人だったことから考えますと、今回も、神戸並みの人数にはなったということです。それで、参加者のうちの 21.6% がアジア太平洋からの参加だったそうです。また参加者数が多かったトップ20の国地域のうちの6つが、アジア太平洋地域の国地域でした。で、日本もこの中に含まれていました。それで、ICANN67 を通じて、関心が高かった話題としては DNS アビューズ、DOH、DOT、マルチステークホルダー環境におけるサイバーセキュリティとジオポリティクスです、ね、地政学、それからドットオルグの移管などがありました。それから JPRS の堀田博文さんが、この ICANN67 をもって CCNS 等評議員をご退任されました。 ICANN 事務局一同、堀田さんの長年にわたるご貢献、ご尽力に感謝しております。そして次回の ICANN68 につきましては6月に予定されていますが、こちらもオンラインでの開催が予定されています。次のスライドお願いします。はい、では注目を集めた話題をいくつか触れていきたいと思います。次お願いします。まず GTLD のポリシー策定プロセスですが、これについては後ほど他のスピーカーの方からお話があるかと思いますので、簡単にいたします。一つ目は新 GTLD 次回募集手順、サブプロというふうに呼ばれている、ワーキンググループですが、こちらについては、最終報告書の案を今年の7月に公開、パブコメを行うとの目標で、進められています。それからもう一つ、EPDP、GTLD 登録データの暫定使用に関する、簡易 PDP というふうに訳しましたが、そのフェーズ2、チームですね、こちらについては、ICANN67 の後となる3月26日にフェーズ2のイニシャル初期報告書の付録が公開されました。これについては現在も意見募集中です。ご参考までにリンクをつけております。で、こちらの EPDP のフェーズ2につきましては GNS 総評議委員会への最終報告書の提出が今年6月というふうにとして進んでいるそうです。では次お願いします。はい、次の話題、 DNS アビューズです。で、 DNS アビューズにつきましては現在も、コミュニティ共通の定義というのはない状態であります。で、そのような中 ICANN67 でも DNS アビューズについて何か決まったというわけではないんですが、より良い 対応策について各ステークホルダーグループで議論が行われました。また3月9日に、アットラージ諮問委員会 AIRAC ですね、が開催した DNS アビューズセッションというのがあったんですが、このセッションが、幅広い参加者の間で好評でした。DNS アビューズの概要や、論点などが簡潔に紹介されたプレゼンテーションがありまして非常に良、かったということでした。こちらに Zoom の、録画へのリンクを貼っておきます。で、その他、SSAC、GAC、レジストリ、レジストラのグループなどでも、それぞれ DNS アビューズのセッションが開催されておりました。次お願いします。はい、
ユニバーサルアクセプタンスです。ユニバーサルアクセプタンスにつきましては、コミュニティ主導で行われてます、ユニバーサルアクセプタンスステアリンググループの、各ワーキンググループですね、4つのグループ、それぞれで、セッションが行われておりました。ユニバーサルアクセプタンスについては、アットラージでも、現在作成中のポリシー提言の重要テーマの中に、IDN や、新 GTLD、DNSSEC などと並んで、ユニバーサルアクセプタンスが含まれておりまして、非常に個人ユーザーの間でも重視されている話題だと言えると思います。次お願いします。はい、で次は APAC スペースです。で APAC スペースは、通常 ICANN の、会期中に対面で行われております。が、今回は、ICANN67 がカンクンから、オンラインでの開催に変更となったため、リモートセッションに、オンラインセッションに変更され、また時間帯も、APAC の時間に変更して、3月24日に仕切り直して行われました。今回の APAC スペースセッションの参加者数は69人。で、アジェンダは ICANN67 の報告と、それから初めてのリモート ICANN 会議の、経験共有。それから、この後ご紹介します APAC リージョナルプランの、紹介がなされました。で、こちらの一番下の行は APAC スペースウェブページへのリンクとなっております。これまでのセッションのアジェンダや録画などがまとめておいてあります。では次お願いします。はい、で APAC リージョナルプランです。はい、でですね、APAC リージョナルプランというのは、今後5年間の、ICANN APAC オフィスの事業計画で、ICANN 全体の、ストラテジックプランですね、戦略計画に連動させる形で各地域で作っている事業計画です。で、これをですね、現在その ICANN のコミュニティウィキで公開しておりまして、アジア太平洋の皆様の意見を募集しているところです。で、公開中というところに貼ってございますので、よろしければ、ではと思います。で、APAC リージョナルプランにつきましては、今後2回の APAC スペースセッションで、ディスカッションを行っていく予定です。皆様にもぜひご参加をお願いいたします。1回目につきましては4月の28日、来週の火曜日ですね、のお昼から1時まで、こちらの2つのテーマについて皆様のご意見をいただきたいと思っております。それから2回目は、来月、日付についてはまた決まりましたらご案内いたしますが、こちらの2つについて意見交換をする予定です。はい、次お願いします。続きなんですが、APAC リージョナルプランにつきまして、日本の皆様からもぜひコメントをいただきたいと思っております。例えばですね、そのプランの中で日本のコミュニティにとって重要と思われる分野、または ICANN が特に日本のコミュニティと連携すべきだと思われる分野など、ご指摘いただければありがたいと思っております。ちょっとここにですね、リージョナルプランから4点ほど、ピックアップしてみたんですが、1.2、DNS ルートサーバー運用者との調整によるルートサーバー運用のガバナンス強化。3.1、ユニバーサルアクセプタンス、IDN、IPv6 ですね。それから3.3、新 GTLD の次回の募集についてですね。それから4.1、各国法規制に関する、ICANN 事務局が行っている、アーリーウォーニングですね。早期計画システム、事務局が行っている業務なんですが、これの強化についてなど、した。他にももちろんあるかと思いますので、いただければと思っております。ご意見につきましては、APAC スペースの当日、もしくは apachub@icann.org にメールでいただければと思います。次お願いします。はい、ありがとうございます。で、これは今挙げた4つの、項目をちょっとピックアップして抜粋してスクリーンショット撮ってみたんですが、だいたいこれでスライド 1ページに収まるかなぐらいの分量というふうにイメージいただければと思います。で、表形式のプランになっていまして、
縦で見てこの列ですね。一番左の列が番号で、その2番目が、アイキャン全体の戦略計画で示されている事業項目です。で、その右が、それに対応したアジア太平洋としての、フォーカス分野、もしくはフォーカス活動ですね。括弧に書いてあります。具体的にどんなことをしていくかということです。で、その右が、出していきたい成果ですね。どういう成果を狙っていくかと。そして一番右の列が、その成果の例。そして、こんなことができたら成果が上がったと言えるだろうと。具体的な成果物を例として出しているので、例えばこういう項目についてですね、この分野を日本としては強化してほしい。うちの会社はこれが大事だと思う。から、成果についてもっとこういうことも成果として挙げた方がいいんじゃないかとか、こういうことでは成果は測れないんじゃないかとか、そういったことでも結構ですので、お気づきの点がありましたら、いただければ幸いです。皆様のご意見をお待ちしております。はい。では次お願いします。はい。ここからあとはですね、毎回の iCAN 報告会でご紹介しているスライドになりますが、現在 iCAN で行っているパブリックコメント、意見募集についてはこちらの通りです。はい。次お願いいたします。はい。次のスライドお願いします。はい。次のスライド、ありがとうございます。iCAN Weekly Newsletter です。これも、毎回ご紹介しておりますが、iCAN の1週間分のアナウンスを日本語で短くまとめたものをご紹介しているメールマガジンですね。方よりました、いらっしゃいましたら、ジャパンリエゾンの方にご連絡と思います。はい。次お願いします。これが最後のスライドですね。それでは私からの、iCAN 概要報告、iCAN67 概要報告は以上となります。ご清聴ありがとうございました。